倉吉和は、京都府京都市山科区出身の元プロ野球選手、コーチ。現在は、広島東洋カープの一軍バッテリーコーチを、務めている。京都成明高校3年生の夏に、大家智和とのバッテリーで、選手権京都大会に出場すると、チームを準優勝に導いた。京都産業大学への進学後は、関西6大学野球のリーグ戦77試合に、 出場、250打数64安打、打率、2565本塁打、33打点という成績を残すとともに、4年次の春季リーグ戦では、保守としてベストナインに選ばれた。1997年のプロ野球ドラフト会議で、広島東洋カープに5巡目で指名。契約金後、0円、年俸840万円という条件で入団した。 背番号は40。1998年は5月7日の対横浜ベイスターズ戦延長10回裏の守備から保守として一軍デビュー。12回表に迎えた初打席でスリーバントの失敗で閉殺打に倒れたが14回表の第二打席ではチームに勝利をもたらす敵地打で一軍での初安打を記録した。しかし一軍公式戦全体では 6試合の出場にとどまった。1999年から数シーズンは毎年数十試合程度1軍公式戦に出場するも1軍に定着することはできなかった。2004年は8月7日の対中日ドラゴンズ戦6回裏の打席で遠藤正隆から1軍初本塁打を記録。8月20日の対読売ジャイアンツ戦では延長12回裏に 代打で登場すると野球人生で初めてのサヨナランダを放った。広島のベンチ入り野手では最後の出場だったが、この一打によって5時間42分に及んだ熱戦に終止符を打った。シーズン全体では1軍公式戦24試合に出場。ウエスタンリーグ公式戦では45試合の出場で打率324を記録した。 2005年は春季キャンプの投球練習でブルペン捕手を務めた際に練習相手だった黒田博樹の怒りを買う一幕があった。新調したばかりのキャッチャーミットで黒田のボールを取っていたことや、しかし、このキャンプ中に前年までの聖捕手、石原慶光が骨折で戦線離脱し、一軍公式戦の開幕までに復帰できなかったため、4月1日の巨人戦では、 プロイリアと初となる開幕戦、スタメンマスクをかぶった。以降の公式戦でも、正捕手の座を確保した。打撃に優れた石原が一軍に復帰した直後こそ、石原に、正捕手の座を譲ったが、小山田康弘など復帰前に校長だった投手が、揃って調子を崩したことからすぐに、正捕手へ復帰する。最終的に、キャリア最多の一軍公式戦109試合に出場し、 打撃面に課題は残ったものの盗塁阻止率。400はこの年のセントラルリーグ公式戦で規定の出場試愛数を満たした保守で最も高かった。黒田との相性は特によく、翌2006年以降の公式戦でも黒田が先発する場合には先続保守扱いで長らくバッテリーを組んでいた。2006年は一軍公式戦で石原と併用された。 石原が85試合出場したことに続き自身も、ほぼ同数の84試合出場したが前年から、一転して、リーグ最低の投塁阻止率を記録した。2007年は、一軍の打線が総じて低迷していた、公式戦開幕直後に、チームメイトの荒井隆弘と一緒にセ、セリーグの打率トップ争いを展開。自身の前を打つ6.7番打者の出塁率が、低かったこと。 1.2番打者が極度の不調に陥ったことを背景に5月下旬には一時7番を任されるぐらい打撃が好調だった。しかし6月頃から打撃の調子が下降戦をたどり始めるとシーズン中盤は打撃好調の石原にスタメンマスクを譲ることが相次いだ。それでも終盤に打撃が復調したためシーズン通算では打率274、7本塁打、超打率 403をマークし、閉殺打をわずか2本にとどめるなど、自己最高の打撃成績を残した。シーズン終了後の10月13日に放送された、日本テレビ制作の連続ドラマ、ドリームアゲイン第1話では、反町隆史演じる巨人の打者、小木俊介と対決するという設定で、チームメイトの映画は勝博と揃って、冒頭のシーンに登場している。2008年は、黒田が、 ロサンゼルスドジャースへ移籍したことから、シーズン序盤の一軍公式戦では、高橋健が先発で登板する場合に、専属捕手として出場。高橋の前半戦の活躍に貢献すると、シーズン中盤以降は、青木高弘や斉藤優葵など他の左腕投手が、先発する試合でもスタメンマスクを任された。しかし、 打率が2割前後に低迷した影響で、上記以外の投手が先発する試合では石原が、聖保守として、積極的に起用された。自身の出場は48試合にとどまったが、5月31日の、対東北楽天ゴールデンイーグルス戦で、この年は、シーズン通算201.2回を投げて、わずか3本の本塁打しか許さなかった、岩隈久志から、貴重な本塁打を放っている。 2009年は高橋がニューヨークメッツに移籍。シーズン序盤から石原が打撃不振に陥ったものの、自身の打撃も低調だったことから、正捕手の座を奪うには至らなかった。さらに、夏場には若手捕手の相沢翼が一軍で対等。シーズン終盤に石原とほぼ均等に併用されるようになったが、一軍公式戦全体では43試合の出場にとどまった。 打撃面も一軍に定着した2005年以降では初めて打率が1割台に低迷。チームが広島市民球場より広いまずがズーム、ズームスタジアム広島へ本拠地を移したこともあって6年ぶりに本塁打を放てなかった。シーズン中の5月に国内 FA 権を取得したがシーズン終了後の10月24日には FA 権を行使せずに 広島へ残留する意向を表明している。2010年は石原が前年から打撃の調子。それでも、青木隆弘とのバッテリーでスタメンに起用された4月30日の対中日ドラゴンズ戦ではプロ入り後初めての満塁本塁打を放つなどの活躍で青木の一軍公式戦初完封勝利をアシストした。一軍公式戦全体では打席に立つ機会こそ少なかったが、 自己最高の打率や2年振りの本塁打を記録した。2011年は一軍公式戦への出場機会を55試合に増やしながら打撃が再び低迷した。打率は185で本塁打を1本も放てなかった。2012年は4月6日の対横浜 DNA ベイスターズ戦に前田健太とのバッテリーでスタメンに起用されると前田による ノーヒットノーランをリード面でアシストした。シーズン全体では一時故障で戦線を離脱したものの一軍公式戦70試合に出場した。打撃面では打率が195にとどまる一方で一軍公式戦2年振りの本塁打を放っている。2013年は一軍公式戦で39試合、ウエスタンリーグ公式戦で12試合の出場にとどまった。 2014年は一軍公式戦26試合に出場したが打率が093を記録するなど振るわなかった。2015年は一軍公式戦1試合に出場したが守備についただけで打席に立つ機会がなかった。ウエスタンリーグ公式戦でも21試合の出場で6打数無安打に終わっている。2015年8月29日半信。 鳴尾浜球場にて2016年は現役生活を続けながら2軍バッテリーコーチを兼務。保守としてはシーズン終盤まで1軍昇格の機会がなく9月20日には広瀬淳とともに現役引退を発表した。球団ではこの発表を受けて9月25日の本拠地シーズン最終戦を蔵広瀬の引退試合として開催した。この試合に 黒田が先発で登板したことから、倉も8番、手としてスタメンに起用された。二人がバッテリーを組んだのは2007年9月27日の同カード以来だったが、黒田が1回表に先頭打者、坂口智孝へストレートの支給を出した時点で、石原と交代。さらに、1回表西1.3塁の時点から激しい雨に見舞われたため、 試合自体も1時間20分の中断を挟んで、こ運ノーゲームになった。倉自身は、ノーゲーム後に、宇宙のダイヤモンドを一周すると、頭から本類へ滑り込むパフォーマンスを披露。9月26日付で、出場選手登録を抹消されたため、10月1日に、松田スタジアムで模様された蒸気カードの、振り返試合には出場できず、記録上はこの年に一軍公式戦へ出場しない。 まま現役を退いた。なお、倉は振り返し合い後の引退セレモニーに登場。入団して19年、下手くそだった自分をここまで育てていただき、ありがとうございました。今年の優勝は最高に嬉しかったです。世界一のカープファンの皆さん、ありがとうございました。と感謝の言葉を残した。2017年からは、広島で2軍のバッテリーコーチに専念。 背番号を76に変更している。2020年から一軍バッテリーコーチを務めている。ありがとうございます。